ダリオン・コールドウェルは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ニュージャージー州ラーウェイ出身。ピナクル MMA 所属。モトベラトル世界バンタム級王者。レスリング NCWA ディビジョン1王者。ラーウェイ高校ではレスリングでサンドニュージャージー州王者になり、アメリカンフットボールでも優れた成績を残す。ノースカロライナ州立大学では、 NCWA d ィビジョン1で2009年に優勝するとともに同大会の最優秀選手に選ばれオールアメリカンに2度選出されたフリースタイルレスリング代表チームのスカウトを受け卒業後もオリンピック出場を目指してレスリングを続けたが途中に肩の怪我での療養などもありオリンピック国内予選で敗退したのをきっかけにテイクダウン後に関節技を極められる方が人生が 豊かになると考え、2012年に総合格闘技デビュー。2014年3月14日、ベラトル初参戦となったベラトル112でランスサーマと対戦し、ギロチンチョークで一本勝ちを収めた。2015年5月15日、ベラトル137で階級をバンタム級に下げて、ハファエルシューバと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。 2016年3月4日、ベラトル151で、元ベラトル世界2階級王者のジョー・ウォーレンと対戦。元レスリング世界選手権王者のウォーレンを豪快なスープレックスにより、テイクダウンした後、リアネーキットチョークで、見込み一本価値を収めた。2016年7月22日、ベラトル159で、状態マングロと対戦。1R、2R は圧倒していたが、 3R 序盤に仕掛けたタックルにギロチンチョークを合わせられ逆転負け。2016年12月3日、ベラトル167で状態マングロと再戦し、3から0の判定勝ち。ベラトル王座獲得2017年10月6日、ベラトル184のベラトル世界バンタム級タイトルマッチで王者エドゥアルド・ダンタスに挑戦し、3から0の 判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2018年3月2日、ベラトル195のベラトル世界バンタム級、タイトルマッチで挑戦者のレアンドロイーゴと対戦し、ギロチンチョークで一本勝ち、王座の初防衛に成功した。2018年8月17日、ベラトル204で階級を、フェザー級に上げてノードラハトと対戦し、バックマウントを制してのパウンドにより、 ご勝ちを収めた。リジン2018年12月31日、リジン14のリジン初代バンタム級王座決定戦で、堀口教授と対戦。テイクダウンを奪い続け、グラウンドで圧倒するものの、サガールに、下からのギロチンチョークで、逆転の一本負け。2019年6月14日、ベラトル222のベラトル世界バンタム級。 タイトルマッチで挑戦者の堀口教授と再戦し、判定負けを喫し、大座陥落した。ベラトルフェザー級ワールドグランプリ2019年9月14日、ベラトル228のフェザー級ワールドグランプリ1回戦でヘンリー・コラレスと対戦し、3から0の判定勝ちを収め、グランプリ準々決勝進出を果たした。2020年1月25日、 ベラトル238のフェザー級、ワールドグランプリ準々決勝で、MMA14 勝無敗のアダム・ボリッチと対戦し、リアネーキッド・チョークで一本勝ちを収め、グランプリ準決勝進出を果たした。2020年11月19日、ベラトル253、コールドエル VS、マッキーのベラトルフェザー級、ワールドグランプリ準決勝で、アージ・マッキーと対戦し、 ネッククランクで 1R1 本負け、準決勝敗退となった。ありがとうございます。